日本で初めて公害事件の刑事責任を追求し、公害 G メンと呼ばれた日本の公務員である。福岡市生まれ。1944年、宮崎県立宮崎中学校卒業。1948年、官立高等商船学校公開課を卒業。文字会員養成所協会を経て、海上保安庁に入り。 巡視船船長などを務める昭和ライン警戒、北洋海難救助などに従事した。1968年、四日市海上保安部警備救難課長。在職中、石原産業四日市工場、日本ワエロジル四日市工場による四日市港への工場排水垂れ流しを摘発。日本の公害事件で初めて刑事責任を追及。 行政と産業界の癒着にメスを入れた。1973年、美野部良吉都知事の要請で東京都郊外局規制部長に就任した。日本科学工業工場跡地の6カ、クロム交際陶器を明るみに出し、住民と労災被害者の救済に尽力する一方で、全国各地の公害、大規模開発反対運動と精力的に交流、支援した。 1978年には、国の二酸化窒素環境基準緩和を、環境行政の交代と厳しく批判、脳に訴訟の先頭に立った。1979年、東京都郊外研究所次長となり、肺関連池消客による水銀汚染やダイオキシンなど有害化学物質による環境汚染に警鐘を鳴らした。1985年、論文。 タンカー事故防止対策と公安計画で東京工業大学から工学博士号を取得。後、東京都職員研究所教授。1986年、社団法人神奈川労災職業病センター所長に就任。アメリカ海軍航空母艦ミッドウェイによるアスベスト廃棄物投記を摘発し、また、白老病被災者への労災保障を打ち切り反対。 制度改悪反対闘争の先頭に立った。後、地方自治総合研究所移植研究院、1989年、神奈川大学特任教授、1990年全国労働安全衛生センター連絡、会議所代議長を歴任した。公害研究委員会、日本環境会議、労災保障制度問題研究会の会員や、東京大学、和光大学、 法政大学、立命館大学等の非常勤講師を務めたことがある。社会等に政策を提言する会にも積極的に関わり、多方社交ダンスやカラオケを好んだ。没後、講伝を元手に、田尻宗明記念基金が設けられ、寄付金も募って、1992年から2007年の16年間に渡り、環境を及び、 労働安全衛生をはじめとした様々な分野で社会的不正義をなくすために熱意ある取り組みをされている個人団体に対して毎年田尻賞が贈られた。ありがとうございます。